ここは管制塔の入り口だね。照明装置と搭乗用ブリッジはここで制御しているみたいだ。ここは管制照明装置。あら、エステル、ヨシュア、カシウスさん、もう出発したの？うん、さっきね。それで早速、父さんがやるはずだった仕事を紹介してもらおうと思って。わかったわ。あなたたちにお願いする仕事は全部で3つあるんだけど、まず最初は西にある農園に行ってほしいの。西の農園ってティオの家に？ティオ？聞いたことがあるような。僕たちと同級だったティオ・パーゼルのことです。パーゼル農園の娘なんですよ。ああ、そうだったの。ええ、そのパーゼル農園で魔獣大使をしてもらいたいのよ。え、魔獣が出たの？幸い怪我人は出てないけど、畑が荒らされて困ってるらしいわ。それでギルドに要請があったのよ。そんなことがあったんだ。うん、わかった。すぐにでも向かってみるわ。ではこれを渡しておくわね。あなたたちがギルドから派遣されたという証明書よ。農園のご主人に渡してちょうだい。ティオのお父さんたちなら知ってるから必要ないと思うけど、まあ一応受け取っておくわね。Thank you.
戦闘終了、先に進もう。戦闘終了、先に進もう。戦闘終了、先に進もう。まだ負けられない。戦闘終了、先に。
ものどかな場所よね。魔獣に襲われてるなんてちょっと信じられないけど。確かに今はそれらしい気配は感じないな。とにかく事情を聞いてみよう。ティオ、どこにいるのかな。久しぶりだね。エステル、それにヨシュアまで。もしかして遊びに来てくれたの？ううん、ブレイサーの仕事よ。なんでも魔獣が出たそうじゃない。研修が終わったんだ。おめでとう、よかったじゃない。うん、あなたたちだったらなんとかできるかもしれないわね。やっぱり出るの？魔獣。へえ、ここ数日ずっとよ。おかげで私まで寝不足になっちゃって。ということは、魔獣は夜に出没するんだね。ご明察。まあ、詳しい話はお父さんたちに聞いてみて。そろそろ配達から戻ってくると思うんだけど。ご無沙汰しています。おやまあ、エステルとヨシュアじゃないか。こりゃ久しぶりだね。ティオに会いに来たのかい？あ、ティオとはさっき会ったばかりよ。今日は遊撃士協会の用事で来ました。なるほど、事情は分かったよ。でもあんたたちだけで魔獣退治なんてちょいと危険じゃないかね。そうだな、君らに怪我をさせるわけには。心配しないで、これでも一応ブレイサーだもん。魔獣退治だったらお手の物よ。ギルドの許可も得ています。どうか任せてもらえませんか？よし、それではお任せしようか。ありがとう、おじさん。それで、どんな魔獣が出たの？正体はよくわからないが、丸っこい猫のような魔獣でね。夜中に3、4匹くらい現れて、畑の野菜を食い散らしていくんだ。凶暴じゃなさそうだけど、とにかく動きが素早くってね。捕まえようとしてもすぐに逃げられちまうんだよ。なんか変な魔獣ね。夜中に現れるということは、それまで待つ必要がありますね。ああ、夜になるまでゆっくりとくつろいでいてほしい。もちろん、二人とも夕食に付き合ってくれるだろう。もちろん。ハンナおばさんの料理ってとっても美味しいから。
ら楽しみ。嬉しいことを言ってくれるじゃないか。それじゃ、期待に添えるよう張り切って作るとしようかね。料理が上手よね。うちのお母さん、お客さんが来ると張り切るから。それよりヨシュアには悪いことしちゃったわね。チビたちの相手をさせちゃって。いいんじゃない。ヨシュアって意外と子供に懐かれることが多いし、どちらかというと堅苦しいタイプなのに不思議よね。あら、そんなことないわよ。確かに礼儀正しくて他人行儀な雰囲気もあるけど、いざ知り合ってみると結構面倒見がいいのよね。さりげない気配りがまたポイント高いっていうか。そうかな。加えて整った顔立ちと神秘的な琥珀の瞳、漆黒の髪、女の子に騒がれるのも当然よね。え、ヨシュアってモテるの？何を今さら。交際を申し込んだ子は一人や二人じゃないって噂よ。彼、全部断ったみたいだけど。知らなかった。ヨシュアってば、私に何の相談もしないで。全く秘密主義というか、水臭いというか、薄情なんだから。まあ、同性ならともかく、異性に相談する話でもないし。それに、エステルにはなおさらね。え？なんで？エステル、いいかい？そろそろ見回りの時間だよ。あ、うん、わかった。それじゃあ、お仕事を片付けてくるわ。今の話、また後で聞かせてね。ああ、はいはい。気をつけて行ってきなさい。相変わらずこの手の話には、疎いというか、鈍いというか。こりゃ、ヨシュアも苦労してるわね。どうやら魔獣はいつもこの時間に現れるみたいだ。早速見回りを始めようか。じな、何さ。ねえ、ヨシア、あたしに隠し事してない？え、なんだよ、やぶから棒に。ヨシアがうちに来てから、あたしたちいつも一緒だったよね。いっぱい喧嘩もしたけど、それだっていい思い出だし。あたし、ヨシアのこと本当の意味で家族だと思ってる。エステル。だから、何かあったら相談に乗るからね。その、例えば、青春の悩みとか。は？あ、話はそれだけ。と見回りを始めましょう。ティオに何か吹き込まれたのかな。隠し事か。うわ、さすがに暗いわね。ねえヨシア、どういう風に見回ればいいと思う？そうだね、家の周り、畑、牧舎、温室を一通り回ってみるといいかもね。農園全体をカバーできると思う。うん、わかった。それじゃあ、レッツゴー！
静かね。虫の音しか聞こえないわ。まだ農園の中に入ってきてないみたいだね。僕たちを警戒してるのかな。ねえねえヨシア、小さい頃聞かされなかった？赤ちゃんってキャベツ畑で生まれるって。また唐突だね。僕は銀の翼を持つ天使が届けてくれるって聞かされたけど。土地によって違うのね。見回り続けようか。魔獣いないみたいね。そうだね、他を回ってみよう。さすがに中には入り込んでないか。でもオーブメントの光が幻想的な雰囲気でいい感じよね。ちょっと得した気分かも。のんきだな君って。ヨシアが当変僕すぎるの。まだ気配は消えていない。農園内に留まっているみたいだ。ふん、上等じゃない。絶対に捕まえてやるんだから。懲らしめてやるだけね。これからが本番だ。気を抜かないようにね。
やっ、ちょろいちょろい。いやはや、さすが遊撃士だ。このすばしっこい連中を見事捕まえてしまうとはね。それほどでも。ところでこいつら、どうしよう。だからもう悪さはしないと思うけど。エステル、情けをかけてどうするのさ。僕たちは魔獣退治に来たんだよ。でもそれに今の僕たちは父さんの代理でもある。次に同じ被害が起こったらどう言い訳をするつもりだい。だけどさ、まあ被害に遭ったのはうちの野菜だけなんだし、見逃してもいいんじゃない？そうだね。これだけ痛い目に遭ったらさすがに懲りるってもんだろう。ティオ、おばさん。ですが、私も殺すのは反対だ。彼らも私たちも同じ土地で暮らしている存在だ。ある程度折り合いをつけて暮らしていく必要があると思う。ヨシア君、今回は見逃してくれないかな。わかりました。被害に遭われた皆さんがそうおっしゃるのなら反対はしません。すまないね、せっかく来てもらったのに。私たちも柵を強化したりして被害が起こらないように工夫しよう。それじゃあ決まりね。そういうことだからみんなに感謝しなさいよ。今度やったら地獄見せるからね。さて、これで一件落着だ。今夜はもう遅いから寝るとしよう。君たちもぜひ泊まっていってくれ。はーい。お世話になります。はぁ、もうクタクタだわ。もう夜も遅いし、さっさと寝るとしますか。あれ、どうしたの、ヨシア。ごめん、みんなに嫌な思いをさせた。え、さっきのこと？バカね、そんなこと思ってる人なんていないわよ。普通に考えたらヨシアの意見が正しいもんね。正しいわけじゃない。ただ心が冷たいだけさ。今だって情けをかけずに退治すべきだったと思っている。エステルやティオたちと違ってかわいそうという気持ちが湧かないんだ。こういう時自分がたまらなく嫌になる。人として不完全じゃないかって。心のどこかが壊れているのかもしれないな。ヨシアのバカ、勝手に自分のこと決めつけるんじゃないわよ。エステル、この5年間私はヨシアのことをずっと見てきた。いいところ悪いところは誰よりも知っている自信がある。多分ヨシア本人よりもね。その私を差し置いて
ふざけたことを言わせないからね。壊れてるだなんて絶対に言わせないんだから。ごめん、バカなことを言った。分かればよし。でもちょっと嬉しかったな。え？ヨシアってさ、いつも一人で溜め込むじゃない？苦しい時も悩んでいる時も平気そうな顔をしながら一人で解決しようとするのよね。それってやっぱり家族としては寂しいよ。エステル、僕は。でも今日は自分をさらけ出して弱い部分を見せてくれたじゃない？少しは私のことを頼りにしてくれたんでしょ？だからちょっと嬉しいんだ。何言ってるんだか。そんな恥ずかしいセリフよくさらっと言えるもんだね。ふふん、任せなさいって。さ、今日はもう寝ましょう。散々走り回って疲れちゃった。そうだね。おやすみ、エステル。それから、ありがとう。どういたしまして。おやすみなさい、ヨシア。ありがとう。今回は本当に助かったよ。それと悪かったね。中途半端な結果にしてしまって。気にしないでください。いろいろと勉強させてもらいました。また困ったことがあったら遊撃士協会に連絡してください。ぜひそうさせてもらうよ。エステル、ヨシア、今度は仕事抜きに遊びに来てね。また泊まりがけでおいで。ごちそうさせてもらうからさ。ありがとう、ティオ、おばさん。必ずお邪魔させてもらいます。さてと、ギルドに戻ろうか。今回の報告をしてから次の仕事を紹介してもらおう。おう、買ってた。次もこの調子で行くわよ。ご苦労様。農園での仕事うまくいった？うん、いろいろあったけど。一応報告しておきます。
なるほど、魔獣を逃がしてあげたのね。甘いとは思うけど、それは不問としておきましょう。え、いいの？遊撃士の使命は人を守り正義を貫くことだけど、守り方はいろいろだし、正義も星の数だけ存在するわ。それを見極めるのもあなたたちの仕事ってわけ。なるほど、ずいぶん奥が深いんですね。まあ魔獣退治だけじゃなくて、国家間の争いも調停する組織だから。上位ランクの遊撃士だと、戦闘力以上に総合的な判断力と柔軟な問題解決能力が要求されるのよ。判断力と問題解決能力ですか。ひょえ、一流への道は険しそうだわ。日々精進あるのみよ。さてと、次の仕事をお願いしようかしら。待ってました、どーんと来いってもんよ。それで今度も魔獣退治系？いいえ、物品運搬の仕事よ。依頼主はなんとクラウス市長。え？市長さんからの？いいんですか、僕たちに任せてしまって。簡単な仕事だと聞いてるわ。まあ詳しい仕事内容は市長さんから伺ってちょうだい。